スナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？スナッピーも元気ですよって言った感じでやってきますわね。はい、今日もスナッピー島パトに行ってまいりました。商品はあるわね、大丈夫ね。あるのよ、よくよく。はい、今回はユミさんのタルバイユミの私のセブンデイズクローゼットのアイテムをお得にゲットしちゃいました。しかも欲しかったやつ、それがこちらでございますね。ワッシャージャガードプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズは LL でございます。お色は泡茶、泡色ブラウンっていった感じでございますわね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、1419円のところ770円にお値下げされておりました。はい、こちらポリエステル 96%、 ポリウレタン 4% のストレッチ性のある、表も裏も凹凸感のあるワッシャーのジャガード織りのカットソーでございます。シンプルなデザインに見えて、実は長めの長袖の袖口には同色のボタンループが3つついております。このボタンを外すとこんな感じでスリットになって、ニュアンスが変わり、深めのスリットの入ったスラッシュドスリープになるのがポイントね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらワッシャージャガードプローバーでコーディネートしてみたいと思います。うん、マンダムって言った感じでございますわね。こういう風にしますとね。テラさんのイヤリングをつけて、小松さんのカーゴジャンパースカートにエナメルのローファーで、ブラウンとブラックのシックなモノマネコーデをしてみました。いかがでしょう。はい、今回購入したユミさんのタルバイユミのワッシャージャガードプルオーバーでございますね。ちょっとこのジャンパースカートでは全体が紹介できませんので、次に行きたいと思います。とりあえず参りましょうかね。はい、次行ってみましょう。ボトムスはみんなで作ろう島村プロジェクトのチェック柄パンツに、履いてる靴はムムさんのチェーン付きローファーと、持ってるバッグはリアフルプチェーさんの巾着バッグでコーデいたしました。シンプルなパンツコーデに、胸元にはリアフルプチアイさんのコインネックレスやユミさんのバングルをつければワンランクアップしたカジュアルコーデになります。はい、お待たせいたしました。164センチのフナピーで LL サイズを着用しております。着た感じはお袖以外は割とフィットしております。丈はぽっこりお腹が隠れるだけでございます。ただフィットしているので、若干というかすごくぽっこりお腹が目立っているような気がしないでもないでございますわね。ネックラインは同色のバイアスで処理されていて、きれいめな印象のクルーネックとなっております。
肩ジャストに手の甲がしっかり隠れる長めの丈の長袖で、袖口がゆったりとしております。下のボタンのボタンループを外せば、肘から下がスリットの入ったスラッシュドスリーブで、肌やインナーをチラ見せするこなれ感を演出してくれます。ストレッチ性はすごくあるので脱ぎ着は楽ちんでございます。後ろはね、こんな感じでヒップは当然隠しきれませんでした。では次行ってみましょう。インナーに花ゆんさんの袖チュールプルオーバーに、ボトムスはワールドのアンタイトルのティアードスカートに黒のパンプスと黒のバッグでコーデしました。ボタンを外してスラッシュドスリープにして、袖口からチュールを覗かせたフェミニンコーデにしてみました。トップスはまっすぐにしてしまうとポッコリの中がすごく目立ってしまうので、少しだけねブランジングしてみました。後ろをね見せるの忘れておりましたね。後ろの背肉は多分見えるんじゃないですか。嫌な予感がいたします。はい、こんな感じでちょっとはみ肉目立っちゃいますかね。こうするとでもこうしたら大丈夫でございましょう。今回はユミさんのタルバイユミのワッシャージャガー通りプローバーでコーデいたしました。シックなモノマネコーデ、シンプルなコーデに小物使いでワンランクアップ、スラッシュドスリーブにチュールを覗かせたフェミニンコーデ。さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。これでフナピーのスマホと&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ、負けないわよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはパーを出しました。いいんかいな、やっていいのか、どっちなんだい。はい、今日もフナピーないわね。袖中